まで結構時間がかかっちゃいますので、皆さんの質問なんかありましたら、何でも話しかけてもらえれば、あの時間がね、キリンも。動物園で飼えば20年、なん自然やったらあんまりわかんないんですけど、まあ、その動物を30年見なきゃいけないのすっごい難しくて、野生動物の寿命っていうのは短いものが分かりやすい、ね、ずっと追い続けることだからあと人で暮らしてるのは分かりやすい。他他他因为他的脖子骚耶，为什么？因为他没有手。一年一回来見ればいいんでしょうけど、すごい。どこにじゃあどこにいつも暮らしてるのとかもね、難しいのでね、結構分かってないんだと。今でが成人女性だからもっと夏の会議。あ、すいません。はい、輸送とかするときは大変なんでね、山口県に生まれたりとか。ああ、それなんですけど、ちょっとまあ、あのキリン の, あのなんていうかね、おきてみたいなのが3歳ぐらいまで移動しないと移動できないんですよ。あの動物の輸送っていうのは重さではなく高さですね。象っていうのは大人になっても輸送できるんですよ、重いだけなんで。だけど高さが例えばオスのキリン5メートルになり以上になりますと、電線に引っかかるとかトンネルをくぐれないとかそういうことになる。空に避けるようがないので、なのでそう3メートルぐらいまでに輸送しないといけないっていう、まあルールじゃないですけど、それはちょっと無理なんです。あとはその輸送箱に入るかどうかっていうのも難しくて、まあ、そういうことできないからね。飛行機で積むことはなかなかできないですね。船ですね、まあ、陸送か、ここが北海道ですから、一回フェリー乗らないとなかなかできないんですけど、どうすると中でとかできたら、陸送でトラックでずっと行けるんですけど。まだ1歳だったんですよ。だから2メートルも3メートルぐらいですかね。オスなの。オスは可愛い。金魚っぽい。どうも。人は結構本当に。あの今日これ4回目なんですけど、できればなんかいい写真撮ったらもうカメラ閉まった方がいいと思います。せっかくなので皆さんの目でじっくりと見てみてください。あのよね、見えた？どう？何食べてる？見えた？でっかいね。吃不到了。太高了，我刚才那玩意儿吃光了。
もぐもぐしてるね。ベロン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 、ほら見た？ベロンベロン、上ね、上ベロベロしてた。あ、耳が今動いてる、ほら耳、耳ピピピピピピ、あ、メガネ大事、メガネ大事。